君ちょっと待ちなさい。待ちなさい。止まりなさい。ある目的のために男と偽ってアメリカからイケメン揃いの男子校大阪学園に転入した。目的っていうのは私が原因で怪我してしまったハイジャンパー佐野泉に再び飛んでもらうことけど、佐野は怪我こそ完治しているものの心を閉ざしちゃって全く飛ぼうとしてくれない。だから私は中津や難波先輩といった第二寮の仲間と一緒に三寮対抗の学校行事に参加しながら佐野を見守ることにしたんだ。やがて私を連れ戻しに来た兄貴が佐野に全ての事情を打ち明けたことをきっかけにして佐野は再び廃山と向き合う決心をしてくれた。それからというもの佐野は空いたブランクを埋めるために必死で頑張った。その一方で私は佐野のことを好きになってしまって、だけど佐野がジャンプを成功させたことで目的を果たした私は帰ることに。私が寮を後にするとなんと中津と佐野が私を引き止めてくれた。そんな中夏休みの登校日を迎えた。イケメンしか入れない究極の男子校大阪学園のプロマイターここでしか買えないよ。時間だ。今日は夏休み唯一の登校日、売り切れ必至だよ。また今日も私たちの許可なしの商売ですか。その声はブロッサム学園花屋敷ひばり水ひばり水。あれ、こうじゃないんですか。おなだめこもり。いつ見てもムカつくわ。私たちは大阪学園の皆様に快適なスクールライフを送っていただけるよう。かわいい。え、超かわいいんですけど。え、待って、キモやろう、やろう、交換しようぜ。出してよ。え、どうしたの。これは知らない話だよね。夏休み最後の1週間の話は後でのお楽しみに。何はともあれ無事に新学期を迎えた私はモデルをやったり中津のカンニング事件に関わったりと佐野や第二寮の仲間とかけがえのない時間を過ごしていった。佐野もライバルの神楽坂を破って地区大会に優勝し、この幸せが永遠に続くと信じてた。けどついにみんなに女だとバレてしまい、結果的にみんなを裏切ることに。それでも仲間のおかげでみんなとの関係も修復し、私は晴れてアメリカへ帰る決心をつける。そしてそんな私を大阪学園の仲間は快く送り出してくれたんだ。バレンタインチョコ争奪戦。バレンタインデー、あなたがこの1年で最もときめいた生徒にチョコをプレゼント、もう用意しちゃってください。それでは選手入場。Yeah.
椿校長先生の挨拶です。今回のイベントは我が校にとって一年の総決算、皆さんの大切なチョコが一票となり、その年で一番人気のキングオブイケメンを決めるのです。それではスタートです。お前がこんなイベントに参加するようになる。ああ。うっせえ。第一印象から決めてました。企画外につき着火着火着火。私の愛の大きさがあだになるなんて、ヤノ様！ハンターからは逃れられない。天の王様、旦那、天の王様、天皇、行こうカンナ。何迷ってんの？僕たち付き合ってるよね？ね。え、そうなの？今さら？じゃあ、セメント君に。関根だよ。絶対わざとじゃんそれ。関根？関根だって言ってんだろ。ありがとう。嬉しい。本当はさ、たくさんのチョコより瑞希の一個が欲しかったんじゃねえの？別に俺甘いもん好きじゃねえし。相変わらずクールですね。あ、つうかさ、前から疑問だったんだけど、お前はいつ瑞希のこと好きになったわけ？あ、関係ねえだろ。バカ野郎、お前関係終わりだっつんだよ。あれか、あの瑞希の兄貴来た時。ちげえよ。じゃあ海の家で離れ離れになった時。じゃあ瑞希がアメリカ帰るのを引き止めた時。ちげえ。お前分かりやすいな。昔から嘘つく時、お前鼻の穴プーンって膨らむんだよ。プーンって。嘘だ、プーン。そっか、あん時か。ちゃんとした舞台でお前の前でまだ飛んでねえだろ。だから行くなよ。いや待てよ、確かあの時の佐野はどうして引き止めなかったんだよ。お前瑞希からいろんなもんもらったんじゃねえのかよ。止めてどうすんだよ。あいつが決めたこと、俺がどうこういう資格はねえとかなんとか言って瑞希を止める気はなかったよな。あ？ってことは俺のおかげじゃねえか。お前が引き止めてなきゃ俺が瑞希と、瑞希と、ヒッヒッフー、ヒッヒッフー。落ち着け俺。今回のテーマは佐野が瑞希を好きになった瞬間だ。確か新学期が始まった頃には肩に手なんか回させんなよって、お前は恋人かバカ野郎みたいなことを言っていたから、その時にはもう瑞希を意識し始めていたということになる。ふむふむ。ってこれなんか探偵みたいじゃん。うわー、なんか2時間サスペンスのオファーとか来ねえかな。なんか名探偵中津の家計簿みたいな。家計簿なら名探偵じゃなくてもできるじゃんみたいな。話を戻そう。名探偵中津の推理によれば、佐野が好きになった瞬間っていうのはこことここの間にあたる夏休み最後の1週間ということになる。この時の私はまだ知りませんでした。瑞希が女だということを。
流す気持ちでした。なんか俺主役みたい。いけないタイム。この放送は花王アース製薬とご覧のスポンサーの提供でお送りします。本当釣れねえやつだなお前は。赤津、ここにいてくんねえかな。俺はさ、まだお前と一緒に高校生活楽しみてんだよ。だから帰んなよ。ありがとな。けど。ああ、もう、けどじゃねえんだよ、けどじゃ。佐野は、飛んじまったかもしんねえ。でも、俺は。飛んでねえよ。まだ飛んでねえよ。ちゃんとした舞台で、お前の前でまだ飛んでねえだろ。だから行くなよ。本当に良かったのかな、ここに残って。当たり前だろ、俺は嬉しいよ。やっぱりこいつが主役か。ええ、いや今度練習試合あんだよ、夏休み最後の日に。だからそれとか見に来れんじゃん。試合なんて呼ばれてない。別に見に来なくてもいいんだけどね。あ、いやでも行こうかな。マジで？よし分かった、俺お前のために絶対勝つからよ。足屋さんのためなんだ。といつもみんなのために勝つよ、俺は。サッカー好きなんだな。ああ、まあな。まあ、お前も知ってる通り、俺の夢はプロになってワールドカップに出場することだよ。そんな夢知らない。帰ろっか、ね。うん、撤収。はい、撤収するんだ。お、早く、あ、これよかったね。お、早く、撤収。そっか、森ちゃんと怒れちゃったんだ。まあ、出会いあれば別れありっちゅうやつだな。じゃあな。お。ありがとな。あ、腹減ってたから。手紙は中に入ってた。うん、うん、クッキーどうだった？あ、無味無臭、全然しなかった。甘いもの好きじゃねえし、ちょうどよかったよ。フォローしてほしい。だいたい男が手作りなんて気持ち悪いだろ。気持ち悪い。大阪学園の皆さん、至急食堂にお集まりください。
声でか。失礼、私夏休み初登場なもので。あ、そういや海の家にも宝探しにもいなかったもんな。そうなんです。それではイベントを発表します。じゃん、ダイヤー、夏休み恒例プールで陣取り合戦。なお、優勝した寮には、じゃじゃん、お好み焼き1年間無料券を差し上げます。はい、その勝負もらった。いや、私たち炭酸寮さんいただきます。いや、まだ大好寮だ。なあ、佐野、なんで引き止めてくれたんだよ。寝ちゃったか。佐野に言われて残る気になったのか。これでよかったのかな。手伝え。さあな。ただ残ると決めたからにはちゃんと見つけろよ。え？この学園で自分のやりたいこと、恋愛でも勉強でもいい。中途半端にだけは過ごすなよ。自分のやりたいこと。そうだ。難波先輩、どうしたんですか、その怪我。たく、治療してやるから、そこ座れ。いや、治してほしいのは恋煩いだ。は？実は今朝、運命の女に出会っちまってよ。金髪で気が強くてパンチも強くて、舐めたらあかんぜよ。変な日本語使って、うっそ、乾いたよ。思い出し花字を出すなっつんだ。これ金髪で変な日本語。もう一度会いたいな。ほら、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 ほ
君はやっぱり運命。どいてよ。女？かわいい。苦しかった。汗臭いし、格臭いし、最悪。くれ！お前どっから入ってきたんだよ。天窓。うわ、スパイダーマンみたい。アメリカじゃ普通よ。妙なカルチャーショック植え付けんじゃねえ、このヨバイ女。誰がヨバイじゃい。変な日本語使いやがってな。お前のは可愛いからってな、容赦しねえぞ。え、その連れてきジュリア。はい、ミスキー。知り合い。どうしたの。ミスキーが心配になってね。もしかして佐野泉。そうだけど。へえ、あなたが。足跡はどういうご関係で。そうね、恋人じゃけん。ミスキー、ん？佐野のことが好きになっちゃったんでしょ。やっぱり昨日の反応見てすぐに分かったけど、言ったよね、佐野が飛んだらアメリカへ帰るって。それは佐野のことが好きになったから日本に残るなんて随分都合よくない。私はね、ミスキをアメリカへ連れ戻しに来たの。え？よく考えてみなよ。佐野はミスキのこと男だと思ってんだよ。恋愛対象じゃないんだよ。そうなんだけど。そばにいたい気持ちもわかるけど、何の進展も期待できないんじゃ残っていても意味ないでしょう。そうなんだけど。煮え切らないな。だったら佐野が瑞希のこと何とも思ってないって分かれば諦めつく。え、私にいい作戦があるじゃき、大佐の。相変わらずに精が出るな。瑞希ちゃんと紹介してよ。お、こいつはジュリア、アメリカのジュニアハイスクールの時から付き合ってるんだ。ミスキの彼女、ジュリアです。お、ヨバイ女、くっつきすぎなんだよ。お前ジュリア、覚えてるかい、俺たち見てた夢。七番先輩、もしかしてあのヤバい女のこと。第一印象であそこまで嫌われたのは初めてだからな。絶対物にするもん。ねえ、ほんとそういうのいいと思う。中津先輩、イエース、はい、やっぱ無理だって。カップル装って佐野の反応見るの。いいから、佐野が嫉妬したらミスキーに気があるってことでしょ。なんだよ、くっつくなよ。もう暑いだろ。もうこぼしちゃって悪い。なんだよ、焼いてんのか。そのタオル俺の。終わり。やっぱり焼いてんのか。その水も俺の。悪い。
私たち第三寮は持ち前の頭脳で陣取り合戦を制す。その作戦をビリビリちゃん。オスカーできました。合戦に使う棒に元気を長い。オスカー電気がバリ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 、オスカーマントがピカピカ。これで旗も取られまい。静かなること、林のごとく、侵略すること、火のごとく、動かざること、山のごとし。いいか、陣取り合戦に必要なのは筋力だ。腹筋2万回やるまでは料理は返さんぞ。始め。佐野は美月のこと何とも思ってないんだって。あ、でも好きなら好きでそれもまた問題っていうか、これでよかったんだよ。お父さん美月、そうか、分かったぞ。この呼ばれ女が強引に迫ってきたんだな。ちげえよ。じゃあ別れ話だな。俺にも付け入り好きあり。ねえよ、お前ら陣取り合戦に備えなくていいのか。いいんです、これ俺Fアレルギーで出れないんです。え、そうなんですか。ああ、だから足に任した。負けたらジュリアはもらうか。やらないっちゅうの。あ、ジュリア、お前筋肉ついたの。ん、ダメよジュリア。もしかしてアメリカでは男が男に触れてもセカルなのか。そうよ。そんな俺がセクハラ。俺ジュース買ってくる。俺ならいくらセクハラされてもいいんです。私は瑞希しか興味がないの。この女、瑞希とあんなことやこんなことを。この女、難波先輩に色目使いやがって。何やってんだよ、また。もう佐野の気持ちとか関係ない。こんな動物園みたいなとこ瑞希を置いていけないよ。私決めた。夏休みが終わったら何が何でも瑞希をアメリカへ連れて帰る。え？ここまでの話で真相は全て解明した。ズバリ、お前が瑞希に惚れたのは瑞希の手作りクッキーを食べた時。は？甘いもんが苦手なお前は瑞希が作った無味無臭の手作りクッキーのおかげで食べられるようになった。だから好きになった。ゲッツゲッツゲッツ。うん、そう、気がすんだら早く帰ってくれ。さす
すが名探偵中津だ。絶対そうと思ったの、絶対絶対そうと思ったの。ゲッ、あ、で俺クッキーなんか食ってねえ。今年のキングオブイケメン。んだよ、またお前かよ。裕次郎ジュニア。いつの間に？何が何でも瑞希をアメリカへ連れて帰る。ああ、どうしよう。お、あれ、それお前の手作り。お、俺のクッキーけど全然食わねえんだよ。わかるような気がする。あ、あ、あ、いや、あ、体調悪いんじゃない？え、体調悪いのか、裕次郎。大丈夫か？体調悪いの？え、ちょっとどいて。やばい？やばいって？味が？やばいって！裕次郎どっか悪いの？いや、全然食欲がなくて。嫁行くばくもないかもしれないんだって。救急車、救急車！ピーポーピーポーピーポーピー。オペをするなら家族に連絡を。裕次郎の奥さんは？いません。そういうことは。子供はいない。今からでも遅くはないんじゃないかな。小田、裕次郎の血を絶やしてはならない。子孫繁栄万歳だって。今すぐ裕次郎にお見合いを。はい、お見合いを。はい、お見合いを。子孫繁栄万歳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 。子孫繁栄万歳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 。子孫繁栄万歳。感じや。子供の名前は小裕次郎なってどうでしょう。小裕次郎ってちょっと単純すぎないですか。なんでおかんがいいんだよ。中津が家で雌の犬を飼ってるって言うからさ。でも俺に内緒に言うことないでしょ。中津の母です。いつも息子がお世話になって。なんで大阪からわざわざ犬連れてきてんだよ。いいやないの。こんなことでもなかったら顔見られへんやろ。いいから帰れよ。なんやその態度は。すみません。標準語がそんなに偉いんか。誰もそんなこと言ってねえだろ。今からサッカーの練習あんだよ。どうせヘナチョコサッカーやろ。一日ぐらい親孝行したから言ってバチ当たれへんで。俺はマジなんだよ。卒業したらプロ目指すんだから。あんた何言うてんの。あんたがお父ちゃんの後継がな、うちの会社どないなの。え、いるか。おい待ち。え、ゆうじろうが売れそうしてる。うわー、この羽根木高いねんで。お母様、落ち着いてください。これが落ち着いて投げるかいな。弁償してもらうで。弁償。そうや、請求書送らせてもらいます。さあ、花子行こう。花子、払うしかないだろうな。誰が？子孫繁栄とか見合いとか言い出したのは一両だろ。裕次郎の返り血は二両だろう。中津の家に連絡したのは三両だろうが。大体な、怪我の事件超えてたもの。お疲れ。それを言うならお疲れだ。そのナンパの皆さんがいた。ナンパじゃなくてナンバだ。これ陣取り合戦で蹴りつけるしかねえな。いいでしょう。文句は言い合いこなしですからね。いいか、勝負。
い、ちょっとごめんね、ちょっと通して。はい、ごめんね。僕、エンスアレルギーで。それでは、選手の入場です。その前に、大画面をご覧ください。大会委員長の原明より大会の言葉。はい、今回一番活躍した生徒には MVP として指名した相手とキスができるという特典があります。そんな特典ありませんよ。浅いこと言わないの。この方が盛り上がるでしょ、ね、え秋葉さん、いくら無所持だからって関係ねえだろ。というわけで皆さん、 MVP 目指して頑張ってください。はい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 。それでは芦屋君、早く水着になってください。いや、その水着なくなっちまって。なんだよ、なんで水着のことになるとグジグジしちゃうんだよ。俺のふんどし貸してやろうか。なん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 、天王寺さん、水木はね、使用済みは履かないんですよ。
こんなこともあろうかと使用前の水着を持ってきた。サプライズ。そんなダセーの履けっかよ。また断られた。まあね、柄は気持ち悪いけど履こうかね、うん、我慢しろ我慢。そうだよ、ほら脱いで履いて脱いで履いて、ほら早く決めろよ早く。ママキーベイ、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 ママキーベイ。あのっていうか痛い痛い痛い離して痛い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 。もしもし、どうしたの。あ、こいつ熱があるんです。熱が。みんなに心配かけたくないから無理して参加したみたいですけど、だから今日は見学させてください。痛いよ。それでは芦屋君は見学ということで、皆さん一位についてください。ねえねえ、ちょっとねえ、どこ行くの。残念、俺が参加してればジュリアとキスできたのに。今から俺は3の倍数の時にだけアホになって気絶します。1、2、3。難波先輩は誰にも渡さない。MVP はキス。僕はエリカちゃんと。俺はカンナ。難波先輩、俺は博士。水木と人生の位置について飛び込み。水木の秘密。何の話だ。とぼけないで。じゃあなんでさっき水木を助けたの。彼女は熱なんてなかった。何が言いたい。水木の素性を知っててどうして引き止めたの。ちゃんと見つけろよ。この学園で自分のやりたいことを。水木はあなたを飛ばせるために日本に来た。そしてあなたは飛んだ。これ以上何が必要だっていうの。あなたは美月の気持ちを知ってるはずよ。その気持ちをもてあそんで彼女を引き止めたんでしょう。違う。じゃあ佐野は美月をどう思ってるの。そういう半端な優しさが結果的に彼女を傷つけることになるの。おいいね。どうしたの。浮かない顔して。いえ、俺この学園で何がやりたいんだろうって思って。青春の悩みだね。
私はね、彼らを撮るのがすごい好きなの。まあ、初めは単なる仕事だったんだけど、いつの間にかやりたいことの一つになってた。もしかしたらその答えは芦屋君がこの学園で見てきたことの延長線上にあるかもね。連れてアメリカへ帰る。バレてからじゃ遅いのよ。あいつの気持ちはどうなんだ。美月を守るつもりもないくせに偉そうなこと言わないで。美月がどんな気持ちでこの学校来たかわかる？男に変装してバレないように必死で男らしく振る舞って、全部あなたのためじゃない。あなたが望んでないことかもしれないけど、瑞希を引き止めたのならそれ相応の覚悟を見せてほしかった。焦るんだな。キス？何言ってんの？お前大丈夫か？覚えてないの？ひどい！初めてだったのに。お前、風の割に元気すぎるだろう。そんなことねえよ。はい、チェック、はい、チェック、チェック。よーし、熱があるのかないのか俺様が閉じ込めてやる。
け、どけ。気持ちはほもじゃない。はい、平熱。はい、罰ゲーム。イエス、罰ゲーム、罰ゲーム、罰ゲーム。おい、しっかりしろ。おい、足や、足や。おい、よかったな、命に別状なくて。こんなことで死なれたらたまんないっすよ。人間ってのはいつ死んじまうかわからねえ。だからこそ失って初めてその人の大切さに気がつく。芦屋の女だって。ちゃお、お前今の話聞いてたんじゃねえだろうな。なんでよ。佐野くん、ありがとね。あなたが飛んでくれたおかげで私出版社に復帰できそうなの。あ、芦屋くん、風邪大丈夫？大変だったわね。もうちょ、何？小林がうるさいな。どこどこどこ。お前だよ。足つくよ。当たるな、ほら。足屋がいなくなったらお前どうするかな。待ってくれ。夏休みが終わったら美月を連れてアメリカへ帰る。いなくなったら。俺は知ったよ。キスは人を狂わせるんだな。
ここ保健室。助けてくれたのか。え？あ、は？梅田。お、梅田。そっか、よかった。サッカー選手になるなんて言われてのこのこ帰れるかい。これ晴れ着の請求書。うわっ、はい、ガッテン。大阪連れて帰ろうか。はあんたにはな、家継いでもらわなあかんねん。俺はプロになるって言っただろ。なんだかな、昔から口ばっかりやからな、あんた。だったら今度お試合見に来いよ。相手は全国大会の常連校。俺が本気だってとこバシッと見せてやるよ。全国大会の常連校かなんか知らんけど本気かどうか。じゃあもし勝てなかったら家でも会社でももう何でも継いでやるよ。バカつ言うたな。録音させてもうたで。せっこう試合楽しみにしてます。さあいなら、あほなさいなら、さいなら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 。おい中津、大丈夫なのかよ、あんなこと言って。ああ大丈夫大丈夫。じゃあ俺ちょっと筋トレ行ってくから。なあ、なあ全国大会常連校って？ああ東京第一ってとこでよ。半端なく強え。部員めちゃくちゃ多いし、監督怖いし、黒人3人もいるしな。え、黒人3人？確かに中津はうまいけど、こればっかりはな。ところでサッカー部ってメンバー足りてるんですか？足りねえだろ。まあ俺は引退しまったけどな。おいサッカー部手を挙げろ。サマラ野球部だろ。策略か？分かってないですね。僕ら第二寮はある時は野球部、そしてある時はサッカー部、うおー、そしてある時はバレー部、いやあたー、うおー、ある時はバスケット、まだまだ行くぜ卓球、まだフォーゲル部なんてのもあるぜ。助けてください、そこのヘリ。うおー、俺たち二寮へ。オールマイティなんだよ。ん？ってことは俺もサッカー部？中津のやつ大丈夫かな。どうだろう、なんか力になってやれねえかな。お前だってそれどころじゃねえだろ。アメリカ連れ戻されるかもしんねえだし。悪い、さっきジュリアから聞いちまった。え？俺のベッド。そう意識して人工呼吸か。あのキスが俺を狂わせたのか。中津ごめん、今ならお前の気持ちがよくわかる。待てよって
ってことは、これが恋ってやつなのか。Love me tender, love me sweet, la la la. バカか俺は。ここまでの放送はアース製薬花王とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。すげえね、やばい、はいはいはい、なんだこれは。転校生は危ない美少年。お前らってそういう仲だったのか。え、前から怪しいと思ったんだよね。なんかがっかりだな、ね、どうしたの。ジュリア、なんでもないんだ。何これ、合成じゃん。バカバカしい。ミッキーは大の女好きよ。夜はテクニシャンですっごい激しいんだから。行こ。あいつテクニシャンなのか。これで分かったでしょ。すぐボロが出ちゃうんだよ。これミスキのチケット。え、残念だけど佐野はミスキのこと何とも思ってないみたいだし。もう十分でしょ。一緒に帰ろ。ごめん、受け取れない。え、ここで大阪学園の生徒としてみんなと一緒に卒業したいの。それがこの学園で私がやりたいことなんだけど、佐野は美月のことを。佐野とのことは関係ない。私気づいたんだ、佐野だけじゃなくてみんなも私にとって大事な仲間なんだって。さっきみたいに冷たくされても、うん、あいつらは美月のことそんな風に思ってないよ。バレたらもっとひどい仕打ちが待ってるかもしれないけど。けどじゃない、夢はいつかは覚めるんだよ。美月がその気がなくても連れて帰る。校長に全て打ち明けてでもね。やだやだじゃない。校長に言ったらジュレイが今まで35人の男と付き合ったこと今の彼氏にバラしてやる。なんでそうなるのよ。私は美月のこと思って思ってくれてるならほっといて。パパやママだって心配してんだよ。そんなの分かってる。分かってない。ボブ、マイク、ジェイク、サミー、スチュアート、なんで元カレの名前覚えてんのよ。ハンソン、サンチェ、クロマティ、ロメシ、バース、バンセ、ガルソン。知らない、勝手にしろ。おは、ジュリア、ジュリア、ねえねえねえ、よかったらお好み焼きどう。いらない。そっかよ。なんであんな写真掲示板に貼ったの。君だろ、あのアングルは天窓からじゃないと撮れね。誰かに言うの。まさか。ただ寮生の中を壊そうとしてるんなら許せねえ。たとえ愛しのジュリアでもね。案内しますよ。いや、ええの？おおきに。いや、それにしてもええ体してるね。やっぱ生佐野はええな。うん、写真撮らせてな。はい、チーズ。あらまあ、写真写りもええわ。あの子いっつもあんたの自慢しててな、陸上にごっつい男がおる言うて。
今はリハビリ中やけど、いつかきっとまたみんなを喜ばせてくれるはずや言ってたわ。なあ、あの子プロになれると思う？さあ、けど俺は見てみたいです。中津が世界のフィールドに立ってるの。あんたも意外とロマンチストやな。芦屋君。どうも。あの子はね、私に似て何でもある程度まではこなせんのよ。でもプロ言うたらそれだけと違うやろ。そろそろ現実を見てもらわんとね。夢は夢のままの方がええ。あの子には幸せになってもらわんと。明日の試合が中止になった。は？ここからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。明日の試合できないってどういうことですか？いや、こちらのミスで君らの学校よりにも他の学校と試合組んじゃって。悪いけどまた日改めて。明日じゃなきゃダメなんです。お願いします。試合させてください。いや、そう言われてもね、本当に申し訳ない。そこをなんとか。お願いします、お願いします。もういいやろ、諦めよう。悪いね。中津のお母さん、本当に中津のこと心配してんだな。俺の親も心配してんのかな。お前のこと引き止めて本当に良かったのかな。もしあのまま帰ってたら俺はきっと後悔したと思う。あの時は佐野が飛ぶことしか頭になかったけど、今は違う。一日でも長く大阪学園の生徒でいたいんだ。もちろん自分のために。そっか。おお、なあ、明日の試合何時からだっけ？いや、実は明日の対戦相手の高校が向こうの手違いで来れなくなっちまってさ、中止になったんだ。え、中津は？明日の相手見つけるって一人で他の高校を探し回ってる。うちも明日練習試合なんだよ。これからミーティングあるから。ごめんね。あ、ありがとう。中津。中津、どうだった？あ、そっか。じゃあ俺みんなに伝えてくるわ。さあ、
昔から何やっても中途半端だよ。でもサッカーだけは違ったんだよな。そういう姿おかんに見せてやりたかったな。まあしゃあねえか。覚めるにはまだ早いよ。あ、いやいや、あ、もう探したぞ。博士、早く支度しろよ。あ、試合だ試合、ほら行くぞ。対戦相手見つからなかったって何回も言っただろう。それでは対戦相手の入場です。相手だ。言っておくが、これは真剣勝負。容赦しませんよ。よかったな、中津。みんな。ジャンボ。強豪校だから手ぐらい使えるかと思って。なわけないでしょ。ブラジルが手使ってんの見たことありますか。うん、お願いしますよ。あげる。なんでゴールがアイスホッケーのゴールなんだよ。だってほら、強豪チームだから。強豪チームでもゴールのサイズは一緒だろ。いいんだよ、最初に言ってくれよ、お前、そういうの。お前、お前、それはお前言わなくても分かれよ。はっ、あ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 っ、珍しいな、お前が練習サボるなんて。で、想像してみたりしちゃった？芦屋がいなくなったらどうなるか。ええ、けどダメでした。あいつが俺の前からいなくなるなんてありえないから。若い。
までの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ここからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。水木、大丈夫か？悪い、試合は？ちょうど今ハーフタイムだ。後半どうする？足当たすわけにもいかねえだろ。俺なら大丈夫。バカ、無理すんなよ。みんなと一緒にやりたいんだ。でも、やっせー、カムバック！やっせー、見なせ！ぶつかってダメージ大きかったのあいつの方だったみたい。どうすんだよ。俺が出る。佐野。俺と芦屋が出れば問題ねえだろ。佐野が出るんだ。佐野、佐野頑張れ。心配すんな、芦屋は俺が守るから。え？だよ。あれ？こんな少なかったっけ？ええ、みんないない。ほら、あれ？あなら卑怯なの！壁は作ってもいいんですよ。そんなにやったってできるだろうが。え？ワン！中津のピンチは俺たちが救う！ありがとうございます。本当に。おい審判、見逃すつもりかよ。ぶち込め。お前らふざけてんのか。オタクはもう増えてるけど。ああ、行くぞお前ら。みんないつの間に。無理に決まってんじゃねえかよ。しかなんだこの風。なんでじいちゃんばあちゃんまでいんだよ。俺だって決めたぞ。うわー、取れないって。やるめ。なんでボールが4つなんだよ。4つじゃないよ、10個だよ。あー、本当だ。そうだよね、ボールがたくさんあった方がゴールが決まりやすいもんね。お前らさっきはバカにしてんだ。何だとこれ。よーし、こうなったらダイアン登場。
すいません。すいません。あの、申し訳ないです。こんなことになっちまって。とんだ茶番にね。突き寄ってられませんわ。あ、確かに。バカですよね。けど、俺は、あいつらのことが大好きなんですよ。俺は今年で卒業です。そうなりゃいつか社会に出て挫折の一つや二つに出くわす時が来る。多分すげえへこみます。でもあいつらとならなんか乗り越えられる気がするんですよね。俺はきっと幸せもんです。綺麗事やな。頑張ってる姿をあなたに見せたくて。試合を成立させようとした中津の気持ちだけを分かってやってください。お願いします。サッカーやろうよ。俺絶対やめねえから。絶対プロ目指すから。親不孝な息子かもしんねえ。でも今やめちまったら絶対後悔すると思うんだよ。あんた何言うてんの。2-0勝ったやないの。対戦相手に。え？あんたの勝ちや。勝手にし。その代わりやるからにはプロになるまで帰ってきたらあかんで。おお、任しとけ。サッカー続けられる。プロ目指せる。本当かい。よかった。おいお前、ちょっと待って、ちょっと待って、ドゥーンドゥーンってお前来い。私ね、瑞希を連れ戻すために日本に来たの。けどバッカバカしくなっちゃった。だって瑞希のあんな笑顔見たことないんだもん。
祭りだ祭りだおい佐野佐野ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。黙って帰ったなんて言ったら難波先輩怒るだろうな。会ったら別れが辛くなるからね。それって美月がここに残りたい気持ち分かった気がする。ここには本当の意味でのイケメンが揃ってるからね。ジュリア、けど私が納得できたのはそんな瑞希のことを守ってくれそうな人を見つけたからよ。え？ねえ、どうして瑞希のことを守る気になったの？好きだからに決まってんだろ。そんな女、あの弱い女、今度会ったら日本語バシッと教えてやったんだ。カリフォルニアの修学旅行じゃ芦屋に会えたけど、ジュリアには会えなかったもんね。修学旅行ね、もうあれはひどかったよな。飛行機が払拭して泳いでアメリカまで行ってとりあえずハンバーガー食べて、ヒッチハイクして、チーターに追われて、ハンバーガー食べて、久々に芦屋と再会して、やっぱりハンバーガー食べて。ハンバーガー食いすぎだよ。けど楽しかったよね。もう卒業か。あ、卒業したらどうするんですか。俺は家の道場を継ぐ。よっしゃ。私は夢の宝塚に、おい、俺は顔を武器に一芸で大学合格したぜ。けど進路って妙にリアルだよね。確かに高校卒業したらこんな楽しい毎日も過ごせないんだろうな。そんなことねえよ。どんなに環境が変わったって自分次第でどうにでもなる。足を見てそう思ったよ。そうそう、うん、だよな。本当にこれで俺たちを騙せると思ったのか。ちょっとこれは無理があるだろう。ま、いいんじゃないのね。よくない。みずきどこ行った。花屋敷ひまりさん。はい。天王寺めぐみくん。はい。南波みなみくん。はい。姫島正夫くん。はい。あなたたちは寮長として立派な根を張り、自分たちだけでなく仲間にも素敵な花をもたらせてくれました。まだまだあなたたちの花盛りは終わりません。これからも自分にしかない花を咲かせ続けてください。卒業おめでとう。おっ。天王寺めぐみくん。はい。
これからも大阪学園の皆様に快適なスクールライフを送っていただけるよう誠心誠意尽くしてください。はい。では最後に花屋敷ひばり with ひばり4。おい、大阪学園第一寮は永久に不滅だ。バイバーイ。なんでいいです。あ、そう。第三だ。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは三寮長とひばりさん、ステージに上がってください。みんな今日はありがとう。なんとか間に合ったみたいですな。はい。じゃあ。なんだよ、味噌汁ババア。男女なめんなよ。遥かな空の果てまでも
君は飛び立つ限りなく青い空に心狂わせ自由をかける鳥を振り返ることもせず勇気を翼に込めて希望の風に乗りこの広い大空に夢をあ！水木、芦屋。なんで芦屋が？校長の粋な計らいってやつだ。どけどけ、ほら、どけ。アシヤ。一つ戻って芦屋瑞希君卒業生にメッセージをお願いします。元気ですか？元気があれば何でもできる。大阪学院にも来れるなんて思えるわけなかった。俺が大阪学園にいた半年間は本当にいろんなことがありすぎました。三寮長たちはイベントのたびに喧嘩して勝手に盛り上がって、でも閉めるとこ閉めてピンチの時にはいつも助けてくれて、俺が女だってバレそうになった時も最後までかばってくれて、でもそれでも心よく送り出してくれて、もう俺が大阪学園に来ることはないって思ってた。みんなを騙してた俺にはその資格がないって思ったから。バカ、俺たちがそんなこと気にするわけねえだろ。言ったはずだぞ、ここはお前の母校で俺たちはお前の仲間だって。だったらお前はどうしてここへ来た？みんなのことが
大好きだから。それで十分だ。来てくれてありがとうよ。この瞬間を存分に楽しめ、そして目いっぱい輝け。これが俺たちからの最後のエールだ。はい。次会えるのは春休みじゃなかったっけ？ごめん。これ。サンキュー。修学旅行の時はみんながいて言えなかったけど。ん？どんどん好きになって気持ちが止められなくなっていった。それ今度会った時はちゃんと言うよ。瑞希が好きだ。え？今のは俺の気持ちだ。佐野。お前たち、チューはさせねえぞ。高校生は健全な恋愛しないとな。おみずけ、タクシー着いたぞ。サンキュー。またね。高津もまたな。お前にはまたねで、俺にはまたなか。細かいな、お前。あ、いいんだよ、嬉しそうな顔しやがってよ。あいつの手作り甘くなくて好きなんだよ。やっぱそこに惚れたんだ。で、俺またもらってねえし。あ、UFO だ。えい、おい、どくな。この子がどうなってもいいのか。食ってやる。そんで甘くねえって叫んでやる。愛だって、水に。甘い。